で、このままこう三つどもえでいくんですかね。その石破さんとか野田さんのこう名前も上がってたわけですが、こはい。の二人はやっぱり厳しそうですか。私は2人とも推薦に集まらないと思います。石破さんは20人集まったようなこと言ってますけど、もう客観的に見て、そんなことないだろうと もう思いますね。で、野田さんに至っては、まあ、今回はその派閥の締め付けが効かないから自分に有利だと言ってるんですが、まあ、世論調査見ても同じ女性候補の高市さんに比べても数分の1程度の支持しかないわけですね。で、高市さんはまだこれから知名度が上がっていく人で、野田さんはもともとある程度知名度上がってもその程度ですから、まあ出て何の意味があるのっていう感じですね。どうなんでしょうね。今まで石破さんって4回出て4回負けてますけど、今回出ない、諦めてしまうってなると、もう石破さん、いよいよこう自民党にいる意味がなくなると思うんですけど。そうですね、まあ、本人もかつて安倍政権の時代ですけども、飲み会の席で俺なんか鳥取県知事でもやってればいいんだとか言って自虐ギャグを言ってたらしいですが、 石破次郎さん、お父さんが そうですね、ですからね。まあ、少なくともその派閥、今17人、推薦人の数に足りない17人もさらに減りそうですし、17人の中で、石破さんの推薦人になる人は一桁じゃないかという人もいます。まあ、そういう状況ですから苦しいと思います。で、これもね、しかしやっぱりその政治って面白いもんでね、菅さんが出馬していたら菅さんの子分みたいなところがある河野太郎さんは出れなかった。そうすると、党員票は今河野さんに多く流れそうな勢いですけども、河野さんが出られないと、やはり党員票を多く取るのは石破さんだということで、石破さんがもっとスムーズに出てたかもしれませんね。いろんな玉突きが起こるんですね。そう考えると、まあ、その政治とか歴史にイフはないと言いますけど、河野太郎さんか石破さん、どっちがいいかって言われたら、悩ましいとこですが、まだ河野太郎さん。少なくとも世論調査では河野さんの方がずっと上回りましたね。あれを見て、その石破さんどうしようかと思ってた議員も、まあ党員票で勝てずに議員票なら、石破さんほとんど議員票取れませんから、前回だって、去年の総裁選だって24票でしたっけ、何票でしたっけ、ちょっとまあその程度なんですね。もっと取れなかったらどうすんだよって話でですね。まあ、それはだから出る意味は本当にはもうないんだろうと思います。で、石破さんが河野太郎さんをの支持に回るんじゃないかという観測もあります。まあ、確かに石破派の中ではもうすでに、石破さんが出ても河野さんをやるっていうぐらい河野さんについてる人もいます。だけど、それは河野さんにとってどうなのかなと。石破さんが河野さんにくっついたら、麻生太郎さんと安倍さんという2人の石破さんと敵対関係にある人がどう思うかなと。それは河野さんにとって得かなと。そうすると石破さんは自分を高く売り込みたいんだろうけど、どこにも売れないじゃないかって話になりかねませんね。これ安倍さんが高市さんを支持していて、今のところで、まあ、これから、まだ、告示もまだですし、まあ、いろんな、まあ、討論会とか演説会があるんで、まあ、これからどうなるか分かりませんけど、このまま例えば河野、岸田、高市みたいな、この並びでいくと、最終的にやっぱ安倍さんは河野さんよりは高市さん、岸田さん、この2人がどっちかというとおそらくいいとは思ってるじゃないですか。安倍さんのもちろん本命は高市さんで、2番手は岸田さんですね。で、その河野さんを勝たせないために、この2つが、まあ、妥協してというか、これは一緒になって河野さんを倒すみたいな構図って。いや、それはですね、最初はそんなことしません。しないんですが、3人のうち誰もが過半数いかないような団子状況だと決選投票になそうりますですね。ね。決選投票になったらば、その高市さんと岸田さんが、まあ、一緒に戦うというか、そのバックの基調も含めてということは十分ありますよね。高市さん、岸田さん、高市さんって、なんか、年齢的にも、まあ、これからがある人ですよね。ただ、岸田さんって、今まで総裁選出て、今回負けちゃったら、岸田さんも石破さん同様に、なんていうんですかね、あんまり今後、期待できないような気がするんですが、そうでもないんですかそうですね、今回は岸田さんにとって大きなチャンスでしたから、これを生かせないと、まあ、次はかなり厳しくなるのは間違いないですよね。そういう意味では、その総裁選に
出る顔ぶれも、まあ、また変わっていくのかもしれませんね、うん、野田聖子さんももう今回私は出れないと思ってますけど、仮に20人どっからか引っ張ってきて出たとしても勝てませんから、まあもうおしまいだろうと思いますね、うん、でも自民党もまあこれを機に世代交代の風が吹いているような、うん、まあ一気にってわけじゃないけど、まあその世代交代の一つのあれにはなりますよね、うんうん、で今回はその菅政権の中にいるから出れないっていう立場を取っている茂木さんとか加藤勝信さんとかも次回は出るかもしれないし、菅内閣のワクチン担当層で菅さん首相がワクチンに専念、ワクチンというかコロナ対策に専念したいという時になぜか出馬している河野さんは、まあ、そういう意味では不思議な存在ではありますけどね、あの河野さんって結構その自分のワクチン対策はすごいんだって結構自画自賛するじゃないですか、で菅さんってそのアピールあんまり苦手というか嫌いというか、なんか河野さんってやっぱりそういう人なんですかね。まあそうですね。だってそのワクチン対策で自分がすごいって、その路線っていうのは別にね、もう安倍さんの時から菅さんにかけて、引かれてるわけですからね。ワクチンをその、ファイザーの社長と会って引っ張ってきたんだって菅さんですし、まあ河野さんが何もやらなかったんってことは言いませんけども、そんなに今自慢できる話かなと。あと河野さんのもう一つの自慢っていうと、ハンコを行政からハンコなくしたとかですね。まあ小さいよなって気がしますよね。分かりやすいけど小さいんですよね。で、その河野さんというとどうしてもこうお父さんの影がちらついてですね、その河野談話へのスタンスとかも、歴代政権を踏襲するみたいなことを言ってましたっけ。で、お父さんにどれぐらいこう影響をされてるんですかね。どれぐらい残ってるんですかね。河野洋平さんっていうのは家庭ではものすごく厳しい人だったらしいですよね、まあ、だからそういう意味ではいろんな影響を受けてるんでしょうけど、ただ外交安全保障面では外務大臣防衛大臣やってる時の政策は河野洋平さんとは違いますよね、それはまあ親子といい別人格なので、まあただね、じゃあ河野洋平さんとは違うから立派かっていうと、イージス・アショアの突然のその断念とかですね、ちょっと説明のない独断専行っていうのはやはりあるんですよね、突飛なことをするのは結構エキセントリックな、こう表現がちょっと難しいんですけど、みたいな印象ありますね、まあ昔からそうなんですよね、あの週刊文春さんでしたっけ、河野さんのその役人に対する暴言だとかなんとかって書いてましたけど、あの手の話は河野さんについてはもう枚挙にいとまがないのでね、珍しくもない話だなという感じですよね、でもなんだかんだ、この三つどもえでこう自民党総裁選盛り上がりそうですが、そうなって困るのは完全に蚊帳の外に置かれる野党ですよね。そうですね、ですから、特に立憲民主党さんはですね、横浜市長選で、小此木前国家公安委員長が負けて、菅さんが追い詰められているあたりから、菅さんの悪口というか批判をほとんどしなくなったんですね、これは分かりやすくて、なぜかというと菅さんを次の総裁にして菅さんと戦いたいからということですね、ところがその当てにしていた菅さん二階さんコンビはですね、今回外れるのでですね、立憲民主党さんは本当にがっかりしてるでしょうね。そうなんでしたっけ、野党連合でしたっけ、立憲、社民、共産、市民連合とか、ね、あと令和とかですね、がその7つの公約とかして、そこにまた盛りかけとか、まあ、それはまたそれと別にその、立憲民主党さんの単独のね、新しい枝野内閣が発足したらその日の初仕事としてこういうことをやりますといった7つの項目がですね、あったんですね、まあ、これ私最初に、ネットニュースで見た時に読んで、これフェイクだなと、まさかこんなバカなと思ったんですけど、実は本当でしてね、まあ1項目目にコロナの関係が来るっていう、まあ、実現可能かどうかはともかくとして書いてあるのはまあ当然としまして、4から7がですね、盛りかけとか法務省のビデオ公開とかですね、国民生活に何にも寄与しない、強いて言うならば、自民党批判とか自民党叩きのための公約なんですね、これを見た瞬間に、ああなんだやっぱり選挙勝つ気ないんだなって分かりましたね。むしろこう菅さんが辞めてほっとしてるんじゃないですかね。菅さんのままやられてたら、もしかしたらなんか間違って政権交代しちゃったら、あれそんな用意してないけどみたいな。いや、それはあると思いますよ。だって、枝野内閣、枝野さんは首相になる準備ができたって言ってますけども、
旧民主党時代と違って次の内閣ネクストキャビネットを発表してませんよね、はいはい、その準備本当にあるのかなと、うん、まあ私で少し真面目に考えたんですけど、うん、枝野首相でいいとして、うん、官房長官はというと、おそらく福山哲郎さんかなと、うん、現幹事長ですね。この2人は、菅直人内閣の官房長官と官房副長官ですね、うん、で辻元清美さんも総理に、よく示してますから、当然重要閣僚で起用するでしょうし、もう蓮舫代表代行はやはり使わざるを得ないでしょう、うん、で枝野内閣にその蓮舫さんとか辻元さんとかですね、あるいは文部科学大臣は前川喜平さんかもしれませんし、あと原口一博さんとか、長妻なんとかさんとかね菅直人内閣かって感じですねでいや私ねだから、立憲民主党さんには次の衆院選に向かってぜひネクストキャビネットを発表して、この布陣で政権取りますと言って戦ってほしいですね、まあ絶対にやんないまあ今、まあ、10人程度名前が並びましたら、まあ、そう考えるとやっぱり自民党ってなんだかんだ層厚いですね、うん、まあね、まあ、自民党も昔の顔名前で出てますっていう人もいますけど、立憲民主党は昔の名前から何も変わってませんですからね、世代交代もしてないんじゃないですか、いや私はでも本当に3年3ヶ月の悪夢以上の悪夢が今度は来ると思います、もし立憲民主党が政権を取ったら、まあ、今回は取らないでしょうが、だって昔の民主党っていうのは、まあ、曲がりなりにも保守系の人も混ざってたし、今の立憲民主党はそういう保守系の人がごっそり抜けて左翼政党になって、さらに共産党と組むって言ってるんですから極左政党ですね、もう悪いところだけ凝縮したような政党ですね、そうなんですよまあ、そういうものが分かり間違って政権取ったら、国際的にどう思われるかと、バイデンさんが自由主義民主主義と全体主義との戦いだっていう時に、全体主義政党である共産党が連立に入るとか、連立は組まなくても閣外協力するとかね、それは国際社会にどんなメッセージを与えるんですかね、いや恐ろしいですね、まあ、このままだとなかなかまあ政権交代とかはありそうにないですが、もう万々が一のこともありますんでね、絶対はないんで、はい、ということで、まあ、誰が自民党新総裁になるにせよ、まあ、次の総選挙ぜひ冷静に誰がどの政党が日本の国益を守ってくれるのかというのを考えながら投票していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。